脅迫性障害の原因では、脅迫性障害の症状の発現に関与する、生物学的危険因子の童貞に関して述べる。有力な仮説では、神経解剖学、神経科学、神経免疫学、神経遺伝学及び神経行動学の分野での発見とともに、癌化前等皮質、大脳規定核及び、または大脳変炎系の関与が提唱されている。 OCD の評価に関してかなりの議論があった。ただ、21世紀初頭における研究では構造的及び機能的なニューロイメージングに重点を置いている。これらの技術革新により OCD の神経解剖学的危険因子のさらなる理解がなされた。これらの研究では以下の4つの基本的なカテゴリーに分かれている。 安静時の OCD 患者の脳活動を対象群と比較する安静時研究症状の誘発前後の脳活動を比較する症状誘発研究薬物療法による治療前後の脳活動を比較する治療研究 OCD 患者の課題遂行時における脳活動を対象群と比較する認知活性化研究この研究で得られたデータでは 眼下前頭皮質と前帯状皮質及びお上拡張部の3箇所の脳領域が OCD に関与していることを示唆している。また、一部研究では OCD 患者においてこれらの領域では以上3点も指摘されている。この理解はこれらの神経解剖学的領域における異常が OCD を引き起こす可能性があるというエビデンスとして頻繁に引用されている。 眼下前頭皮質と前帯状皮質は皮質大脳基定核支障皮質ループを経由して大脳基定核と複雑につながっている。現在の理論では OCD は大脳基定核を通る直接経路と間接経路間の不均衡の結果である可能性を示唆している。直接経路は皮質から線状帯へと走り、その後は青玉内節。 国質毛様部、支障を通り最後に、皮質へと戻るとされている。関節経路は、皮質から、洗浄体へと走り、その後泡青玉外設支障価格、グッパイ、SNR、支障を通って最後に、皮質へと戻るとされている。直接経路の賞味の効果は興奮性であり、関節経路は抑制性である。したがって、眼科前頭皮質と、 前帯状皮質とそれをつなぐニューロンの CBGTC ループの中で直接経路で行われる相対的に過度な活動が脅迫関連がとらわれる性のフィードバックのループをもたらす可能性があるとの仮説が提唱されている構造的、機能的ニューロイメージング研究がこの仮説に強い根拠を与えているものの OCD 患者があらゆることに対する 全般性の脅迫行動ではなく、特定の脅迫を持つようになる原因は分かっていない。研究者たちは汚染など、特定の刺激に対する反応バイアスが存在すると示唆しているものの、根本的原因は不明のままである。神経科学機能が OCD の症状を媒介する役割があることについては、普遍的な事実だと見られている。その中でも、 近年の精神薬理学の研究では、セロトニン神経伝達物質系が特に重要な役割を担っていることが判明している。健常対象群との比較において、OCD の治療には、選択的セロトニン再取り込み阻害薬の長期投与が、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬よりも効果的であることがわかっている。例として、ラパポートへ通るは、セロトニン再取り込みの阻害作用が、 比較的強い抗うつ薬として知られるクロミプラミンは、デシプラミンよりも一部の反復行動を減少させるのに有効であることを示した。また、他の研究では、5HT 拮抗薬の投与はしばしば OCD の症状を悪化させることが示されている。これが、真実の場合、ミルタザピンと、この受容体に対しても拮抗作用を有する否定形。 抗精神病薬がスリーの効果を弱めることが予期されるものの、これらの薬物の臨床試験では反対の結果が示された。ミルタザピンはそれ自体は効果的ではないが、パローキセチンの効果を早めることが示されており、一部研究では、規定型抗精神病薬は、難治性 OCD 患者のスリーの効果を増強することが示されている。 これらの発見は明確な原因を提供してはいないが、精神状態は薬理学的に解剖可能であるとの考えの土台を形成した。スリーでの脅迫関連と脅迫行為の制御効果は、OCD の根底に神経科学的病院があることを示唆している。ドーパミン作動系は、ドーパミン作用薬の働き、小児事故免疫性溶連菌、関連性精神神経障害が関係している。 可能性があるとの事実、そして様々なニューロイメージング研究により、OCD に関係している。OCD は抗精神病薬で治療する可能だが、精神刺激薬もまた、OCD 症状を軽減することにおいて、一定の見込みがあることを示している。これらは調整する必要があるが、両方ともドーパミン作動系に関係している。また、OCD 患者は、 ADHD の並存率も効率であり、これは精神刺激薬で治療されドーパミン作動系の一過性シグナルの増加と持続性シグナルの減少が原因の可能性がある。小児事故免疫性陽連菌、関連性精神神経障害は、ドーパミンが神経伝達物質として大きな役割を担っている、大脳基定核にも影響を与えていると見られている。 ヘンリエッタ・レオナルドとスーザン・スウェドは彼らの論文、PD トリック・アウト・インムネ・ナー・サイキートリック、ディスオーダーズ・アソシエーテッド・ウィズ・ストレイプ・トーカーケル・インフェクションで、神経免疫学的危険因子についてのエビデンスを提供した。研究者たちは、連鎖球菌に感染後に起こる場合のある、自己免疫反応が、小児期の OCD 発症の潜在的、環境要因である、可能性を示唆している。 1980年代に OCD の子供たちの大規模なコホートが前向きに評価されていた。連鎖球菌感染の後、子供のサブグループは一晩中発症すると特徴づけられるほどの OCD 症状の悪化を示す。この研究から導かれる一時仮説では、場合によっては連鎖球菌感染症に対する抗体が大脳基定核を攻撃し損傷させる。 自己免疫反応の結果として OCD を発症する可能性があるというものである。脅迫観念と脅迫行為は、トゥレット障害、パーキンソン病、転換、統合失調症、ハンチントン病、市民性脳炎、シデナムブト病病及び特定の脳領域の損傷を含む他の一部病状において非常に一般的であり、OCD と同様にこれらの症状でも、 大脳規定核に異常を示している。大脳規定核では、認知、感情、動作の仲介を担っており、本領域の混乱は脅迫と衝動を特徴とする多くの症状を引き起こす。これは、OCD 患者の症状は大脳規定核の異常な機能の結果である可能性を示唆している。創生児研究と親族研究では脅迫性障害の根底に、 明確な遺伝的要因が存在することを示している。親族研究の大半は少なくとも OCD の一部タイプは家族性であることを証明している。罹患した個人の親族間における OCD の割合は OCD の推定人口罹患率及び対象群間の割合よりも優位に高い。成人の OCD 患者の親族は対象群より罹患する可能性が 約2倍高く、小児期や思春期の OCD 患者の親族は同様に OCD に罹患する可能性が約10倍高かった。しかしながら、その家族性関連は文化や環境要因によっても引き起こされる可能性もある。2007年現在、OCD の背後にある環境要因を調査している研究はわずかしかないが、環境リスク要因の訴求的研究において、 研究者たちは妊娠中の千円分娩と不死は OCD との相関があることを発見しており、環境は症状の発現を決定する上で何らかの役割を果たすと示唆している。結果として OCD の症状が遺伝性であり、従って遺伝的に関連していることを示すためにソーセージ研究が行われた。一卵性ソーセージは基本的に遺伝子がセント同じであるの対して、 二卵性、ソーセージは遺伝子の平均50%を共有している。古典的なソーセージ研究は一卵性と二卵性、ソーセージを比較するものであり、一卵性、ソーセージが二卵性よりもはるかに密接に似ている場合、関心の形質の発達に遺伝学が強い役割を担っている可能性がある。これらの研究で強迫性障害における遺伝的影響は、 小児で45から65%であると示された。成人では遺伝の影響は減少し27から47%の範囲である。しかしながら、研究結果はサンプルにおける OCD を持つ個人の存在がしばしば不足するという事実によって複雑化しており、結果として研究者たちはしばしば脅迫症状、または無症状 OCD を有する個人を対象に含めている。 そうすることで彼らはおそらく他の関連障害に、罹患している被験者を含めていた。初期の創生時研究は、DSM 基準と発端者の確認を満たした、OCD の双子を用いて、後に再現されたが、実施されたのは、ほんの数例である。小児期や思春期に発現する、早期発症型 OCD は、成人発症型 OCD とは、病院的に異なる OCD のサブタイプである。 創発型 OCD の患者は、トゥレット障害や他のチック症の発症率が高いことが研究で分かっていることから、この創発型 OCD は、チック症やトゥレット障害と遺伝的に関連していると報告されている。家族性関連研究では、早期発症型 OCD は、家族性及びおそらく遺伝的リスクの増加と相関があると示唆されている。小児期や思春期に、 OCD を発症した発端者の親族間での OCD、無症状、OCD の割合は、成人期に OCD を発症した発端者の親族間の少なくとも2倍であった。他の研究でも、発端者の発症年齢と近親者の OCD リスクとの間には逆相関があることが示されている。結果的に2種類の OCD には異なる遺伝メカニズムが存在する。 可能性があるため、候補遺伝子の検査時には発症年齢を管理する必要が出てくる可能性がある。多数の遺伝子が OCD の進行に重要である可能性がある。これらの候補遺伝子の一部は同定されているが、グルタミン酸トランスポーターの一区1をコードするグルタミン酸トランスポーター遺伝子 SLC1AA1 に関連するものを除いて、 候補遺伝子研究のどれも一貫して再現されていない。候補遺伝子の同定の難しさは大半の遺伝子研究が環境要因を無視しているという事実に関連している可能性がある。結果的にさらなる遺伝子研究を行うためには OCD の特定のサブタイプの遺伝子と環境要因間の相互作用モデルを開発する必要がある可能性がある。 OCD の3つのゲノムワイド関連解析も完了しており、SLC1A1 を内包する領域 QP24 を含む潜在的な関心領域が示唆されている。SLC1A1 は、皮質、洗状態、死傷内で発現しグルタミン酸神経伝達と関連している。ニューロイメージング、候補遺伝子及び動物モデル研究により SLC1A1 とグルタミン酸、 シグナリングを OCD の発生に関連づけるエビデンスが提供されている。ニューロイメージング研究では、早期発症型の OCD 患者は、対象群と比較して、お嬢グルタミン酸濃度は前帯状皮質で低くお嬢で高いことが分かっており、グルタミン酸トランスポーターが OCD の発症に関連していることを示唆している。遺伝子 s l c 1 a 1内の一基多竹は、 一貫して OCD に関連することが分かっている。クルタミン酸トランスポーターに加えて SLC1A1 によって高度化されたトランスポーター e ク1もまた OCD に対する感受性を促進し得るギャバの合成に関係している。初期の研究では OCD と SLC1A1 遺伝子の3つの連載遺伝子多系に有意な関連があることを示した。この結果は 多くの研究で再現されている。ある研究では、官民族集団の早期発症型 OCD 患者の SLC1A1 遺伝子内の4つの SNPS をテストし、SNPS のうちの一つである RS10491734 が、対象群よりも OCD 患者において優位に頻度が高いことが判明した。異なる研究で同定された正確な SNPS は異なっているものの、これは異なる民族集団で行われたことが原因の可能性もある。例えば、家族ベースの関連研究では、アメリカ合衆国の家族における SLC1A1 内及びその周辺の SNPS の事例を分析し、異なる SNP の RS474788、 と 3SNP ハプロタイプ RS474788RS10491734RS10491733 は両方とも OCD に関連するものであることが分かった。脅迫性障害の研究用にいくつかのマウスのモデルが開発されている。モデル生物はある種の一部の精神障害の特徴を他の種で 調査できるようにするために有用である。特に、SLC1A1 ヌルマウスは攻撃性の増大と、毛皮の喪失につながる、過度の自己グルーミングを示すことで、脅迫行動を示した。しかしながら、これらは、OCD と、大まかに関連する二つの行動に過ぎないため、E1 の欠如と OCD のような行動感の、関係性の強い証拠を提供するものではなかった。 SLC1A1 遺伝子と OCD 間の強い相関を考慮すると e c 1の欠如は死傷の皮質洗浄対死傷皮質回路の関連遺伝子の他の稀な突然変異と組み合わさった時に OCD のような行動をもたらすだけであることを示唆している。精神医学研究では一般的に病気の原因として筋因メカニズムに重点を置いている。対照的に 進化理論は、遠因メカニズムがどのように病院と関係しているかについて疑問を投げかけてきた。OCD は進化史を通じて保存されてきた可能性があるいくつかの行動スキーマを含んでおり、危険性の確認や汚染の回避、食料の貯蔵に役立つ認知パターンを多くの種が受け継いでいる。理論家たちはこれらの戦略のいずれかが機能不全になることで、 OCD の発症につながりうるとの仮説を立てた。この推論は、そのような受け継がれる種族特有の戦略は大脳規定核に保存されているとのエビデンスにより、さらに指示されている。過剰になめたことによって発生した姿性皮膚炎。人以外の種族における脅迫性障害の発症を検討する際に、研究者たちは大型犬における死誕姿勢皮膚炎を研究した。 この症例は、角に舐めたり引っかいたりすることによる脱毛と、その後の肉芽腫性病変を特徴としている。ラパポートへ通るは、罹患犬のこの脅迫行動が、クロミプラミンの投与後に軽減したことが発見した。そのため進化的に選択された形質が不適応の、進行性神経機能障害になりうると考えられる。ありがとうございます。